どうも皆さんこんにちは、ケッツンです。ということで、セキロ、やっていきましょう。ジジイとババアが前回病気にかかったみたいな出たやん。これなんとかなりそうな気がするよね。おちょっどうした理由がいいよ。すまねえ。よどみのあふれて、振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。うわ。なんだとわしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。じゃがしゃべるのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。うわっ、やっぱりエマが直してくれるのかもわからん。だってほっといたらこいつら死ぬやろ。なんかシステム的に俺が死ねば死ぬほどなんか竜害っていうウイルスを世界中にばらまいてしまうらしいんよ。でこいつ感染したんよ。であとどっかのババアがでそれをちょっと直したいじゃないと知られへんや俺。気軽にきついって。他人の命まで背負われへん。話しかける。ブッシー殿には哀れましたか。はい、我が師道元より聞いたことがあります。龍院は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがてよどみがあふれ、関わった者に病として降りかかる。マジか。その病を龍害と呼ぶ。これバチクソやばいね。知りながらそれを止められなかったわ。私の不明です。すみません。その竜害を治す術はわかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。お願いします。ばあちゃんの様子も一回見に行ってみる。うわっ、マジで弱っとる。おばあちゃん大丈夫？竜が行く。うわ。犬救え。犬救えや。はい。若様。お守りするんじゃぞ。はい。頼むぞ。うわ。そなたにかかっておる。うわ、忍び忍び空気読んで入って言えるようになったやんか。忍びまことかそれは。空気読んで伊之助になりきって入って言えるようになったやん。おじちゃんは嬉しいよ。何もしない。知らないでね。まだ伊之助は大丈夫。え、伊之助は聞こえる。こいつも竜害なる。母上。え、やばい。母上。は何故この足は動かぬ。いやちょっと待って、これメンタルにくるわ。え、メンタルにくるって気軽に死なれへんやん。俺が死ねば死ぬほどこの人たち死にそうになっていくんやろ。たまらんうわー、ちょっと今作ちょっとねメンタルのえぐり方の角度違うな。なんか分かったかなお姉さん。あれお姉さんいなくなってる。うわマジで。は、いた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 。なんか分かったのか。何をしている。ああ、あなたですか。竜害の調べのためブッシュ殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜骸にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。なるほどね。じゃあもう一回おばあちゃんのとこ行けってことかな。任せろ。おままあすごいんじゃ。お母ちゃん、それ以上喋るな。そうやったにかかって誰かにバレた。ハイタチをもらう。ちょっありがとう。危ねえ。竜石の血塊、エマが求めていたもの。なるほどね。これをエマどもに。了解。狼殿、よく参られました。はい。竜石の血塊、手に入れた血の塊ですね。見せてください。仏師殿のものと同じように血の色がわずかによどんでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。あざす。ありがてえ。ではまた。戻ってきた。待っていました。イエス。分かったのか。はい、解を得ました。竜骸の源、それは血のよどみです。何故血がよどむ。あなたはたとえ海星の力が尽きていたとしてもいずれよみがえっています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜骸になったものからか。マジか。おそらくは竜骸になったものは、マジかよ、人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血がよどむのでしょう。俺害悪やん。どうやって直す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。は？回復のお守りがあとあればこれを使って回復できるんや。竜石にかかった患者を。いやーよかった。ということは俺が死んで復活してる代わりに他の人の生きる生命力みたいなの奪ってたんやな。俺最悪やな死にに行く。おお、回復のお守りもくれる。揃った。やった、死に放題竜石の回復みたいな。これなるほど。なくなるアイテムね。これ消費アイテム。これまずいな。竜石を回復させる。いいのかな。まあとりあえず回復させよう。かわいそうだから。竜石回復。いや俺じいちゃんばあちゃん系弱い。弱すぎるオッケー、回復。仏師殿の竜骸、あ、よかった、治ったようです。心配させやがって。仏師殿に渡してください。なんだこれ。アシナの酒が入ったとっくりらしい。これはあの人の好きなお茶です。回帰祝いに良いでしょうお茶ちゃうやろ。茶を持ってきた、そうか。まったく世話焼きやがって。ノリいいな、ノリいいな。酒を振る舞う。よし、振る舞ったろ。回帰祝いや。アシュラの酒を振る舞う。はい、茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ、こいつは飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ？腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練じゃと言ってな。エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れがたみじゃ。忘れがたみ。へえ。随分と経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。やっぱりおじいちゃん元忍びやったのね。でエマの父親が道元。道元からエマって生まれんの？道元やで名前、この時代で。道元からエマ、まあ元気になって何よりですね。ほんでさ、流石を解除するために消費した石、あれ、さすがにどっかで買えないときついかなと思うんですよ。で、調べました。うん。調べた。そしたらね、ここに NPC がおるわ。この上。これ。ここに供養衆っていうやつがいて、商品を買えるらしい。ご供養。いかがかね。こんにちは。供養。さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。んでアイテムを購入する。でどれだ？売ってねえな。売ってるって書いてあったんやけど。まあ、流石になったら買えるようになるのかもわからんね。いや、これで死ねるわ。いや、ちょっとね、死ぬに緊張感がありすぎると喋られへんくなるから。さすがに調べた。安心したわ。んで、このさ、ロバットの爆竹ってやつ売ってるんやけど、これさ、忍び義手のリングって書いてあるから、これだけ買っていこう。これだけ買っていく。とても大きな音が鳴って、獣を払う道具。みたいな感じだね。人間にはあんまり効かん感じか。まあ、とりあえず。オッケー。よし、これで過去に戻れる。やっとスタートや。あそこにいるな。倒せる自信ねえんだよな。確実にもう一回だけやろう。もう一回だけ来い。もらった。まずは行って。くそ。よしよしよし。効いてる効いてる。もらった。うん、やばい。あぶねえ。ほらイエス。いけ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 。切り刻め。やばい。いや、うまっ。強すぎる。こいつやべえな。ヒヤはめっちゃ効くけど。落ち着け落ち着け。うわ、危ねえ。あいつ炎攻撃バチクソ効く。ここ。イエス。やばい。危ねえ。ここもらった。よし、いやー、うつえ。ここいやー強っ。足蹴りやべえこいつ。いやー一発食らってこのダメージ量やからな、多分絶対今じゃねえ気がしてきた。よし、アイテムだけかっさらって犬ボケが残念でした。キリガラスの羽、何これ、忍び騎手に仕込めばなんかアードコーダーできるんやろ。ボケがボケカスが今回は撤退だ。いずれ貴様をぶったたいてやる。覚えておけ、私の名を撤退。これが知恵ってやつよ、知恵。いいか、知恵ってやつは強いだけじゃただの獣よの。俺たちは人間なのだ。いやこれ絶対ボス戦っすよね、この感じ。めちゃめちゃ燃えてるけど絶対ボス戦っすよねこれ。うわ強えかな。ボス戦じゃない？は？大丈夫？誰？父上。え？お前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当てはよい。この傷ではうわもはや助からぬ。それより狼よ、これを。ほ、隠し仏壇の鍵、平田屋敷の鍵か。隠し仏壇は平田屋敷の最奥にあると。なるほど。父ちゃん、隠し仏殿の鍵を巫女様はそこに。巫女ちゃま、この日の出じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、なるほど。あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。了解。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ。任してくれよ。命を落としてお守りするのじゃ。大丈夫か。うわっ、3年、うわ3年前に亡くなったのか。マジか。うわそういうことか。オープニングで拾ってくれた人やんね。大丈夫、主は絶対守る。私が使えるに値する主だ、ミコちゃまとやらは。いやただこれ絶対ね、俺今のレベルで来るべき場所ではないと確信してやまない。登るところね。もうちょっとレベル上がってこないと敵の一撃も重すぎる。どこだここ。ありがてえありがてえ。なんだかんだ来てんな。うわめちゃくちゃいい庭園やんここ。なんじゃこれ。この池だけど俺んちの何倍あんねん。へこむわミコちゃんも。おっ、味方。え、なんで生きてんの。お主、この基地によくぞ参じたのう。あぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。はい。はい、うっそ、バカかお前。好きや、やべえ、なんかやべえやついる。足ラッシュが1人。いや、そんな言ってる場合じゃねえ。やられまくってんじゃねえか。なんかボスっぽいやついるけど、まずい。バッ、やばいやばい、あいつ守りながらやってあげないと。いや、雑魚敵が多すぎんよ。すっバカ、いつの時代もだー。ワンパンで死んだ侍とやらはこの死にたがり。イエス、一回下がれ。うわー、死んだ。当たり前や。死なないと思った。逆に死なないと思ったんかな、あいつ。やっべえ、いろんなとこに敵ある。いや、こいつ倒すのマジで大変だな。やべえ、うわー、強い。いや、やばすぎるこれ。いや、これはね、やばすぎる、さすがに。強え。あー、てか侍邪魔やった、むしろ。ペース下された感はある。あのね、まああそこにやべえやつがいるっていうのは分かった。ただここ一回やめるわ、強すぎる。多分今じゃねえ、確信した。現代進めながらやっていくパターンだと確信してやまないので、私は次回から現代に一回戻ります。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。